パーソナルトレーナーになるなら JOT スポーツトレーナー学院。もしもーし、はい、おはようございます。はい、あ、そうです。はい、今日も頑張っていきましょうか。はい、今ですね、おそらく動きを見てるとマシンのフライですね、チェストフライをやってたと思うんですけども、はい、胸の筋トレ、大胸筋ですね。どうです、刺激入ってました？なんか結構マニアックなやり方やなと、ちょっと正直思ってしまいまして、ちょっと一般のところからやりましょうかね。はい、じゃあもう一回ちょっと座ってください。動作としてはですね、マシンなので、まあ、軌道が決まってますから、しっかりグリップ握って動かすだけでいいんですけども、はい、今ですね、これ簡単に言うと、胸の筋肉の一部しか使わないと思います。マシンの椅子の高さを変えてください。今、拳が大体ですね、おでこの高さを通ってますので、困ります。じゃあ、一回グリップ離してもらって、椅子の下にレバーがあると思うので、それを引きながらですね、ちょっと椅子を若干上げてください。はい、でもう一度グリップ持ってもらえますか。そこでじゃあ行きましょう。胸張ったまま息を吐いて前に閉じる、で吸いながら伸ばす。そう、吐きながら、もちろん終始胸は張ったままでお願いします。そう。常に床に対して、まあ平行ですね。もちろんマシンによっても若干違うかもしれませんが、しっかりと脇の横、この高さを終始通る。あと2回、胸のストレッチ、収縮、そう。OK! じゃあ後ろにしっかりゆっくり下ろしてから離してください。OK! お疲れ様です。どうです、胸、わかりましたかね。はい、マシンってね、まあ、言い方ちょっと語弊あるかもしれませんが、比較的簡単にできると思いつつ、セッティングで全部崩れてしまえばね、もったいないですから、ちょっとここ覚えておいてくださいね。はい、じゃあ引き続き頑張ってください。またお邪魔しました。どうも。ここに通ったことによって、今こうしてトレーナーとして活躍できる自分があります。今の自分の人生、このままでいいのかなと思っている方、自分のやりたいことにかけて行動してみましょう。まずは、無料個別相談へ。